おはようございます。ベイトレーディングミッシュ英語コーチの中尾雅宏です。今朝も朝のビジネス英語勉強会市大学部に、やってまいりました。今日のテーマはですね、麻薬などのこう乗用車が使う注射針ですね、あれを、アメリカでは、ペンシルベニア州ですかね、では、新しいものと無料で交換する NGO 団体があるということで、そうすることで、もう HIV ですとか、肝炎などの病気を予防することを目的としているんですけど、一方で、やはりその無料の、注射針を配布することによって、ドラッグの使用を促進するのではないかということの批判が多く上がっています。その実態を、レポートした、記事になっています。そうですね、よりそのドラッグの乗用車の人たちがもしドラッグをやめた後に、HIV ですとか、肝炎という、病気を持ってその後を過ごさなくていいようにという趣旨ということで、市側もですね、その無料の注射針を逆にそこからその NGO 団体から仕入れて売るっていうことを取り締まるよりもあえてそういうことを許して、HIV ですかそういったドラッグ関連から、起こる病気の方を防ぐことをメインに、しているようです。日本ではそういった、なんていうんですかね、ちょっとした寛容さですとかそういったことはすごく厳しく、周りから批判されたり実際実施することが大変困難なことのように思います。司法取引などについてもおそらくアメリカとは随分違った考え方があるんだと思います。ですのでその辺のところ何をメインとしてどこをこう我慢するのかっていった考え方の違いですとかそれが医療ではどういうふうに、働くのかといったところのことについて、先生方にお伺いしていきたいと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。失礼いたします。